ジョージ・ウィルケン・ロムニーは、アメリカ合衆国の政治家、実業家。アメリカン・モーターズ・コーポレーション会長、第43代ミシュガン州知事、リチャード・ニクソン政権にて、第3代、アメリカ合衆国住宅都市開発長官を、歴任した。次男は、モタ・マサチューセッツ州知事のミッド・ロムニーである。1907年7月8日に、メキシコのチワワ州にて、末日生と イエス・キリスト教会の居留地で誕生した。ロムニー家は、末日聖徒イエス・キリスト教会の家系であり、イングランド系の血を引き、わずかにスコットランドとドイツの血を引く。彼の一家は1912年のメキシコ革命を逃れ、ユタ州ソルトレイクシティに移住した。その後、ロムニーは、 ソルトレイクシティのラターデーセントジュニアカレッジに入学するが、1926年には、末日生徒イエス・キリスト教会の布教のためと英し、イングランド、スコットランドで活動を行った。帰国後は、ユタ大学、ついで、ジョージ・ワシントン大学に在籍した。彼は3つの大学に席を置いたものの、結局どの大学も中退に終わっている。1930年代には、 ロサンゼルスでアルコア社のセールスマンを務め、後にワシントン DC でアルコア社のロビーストとしてロビー活動を行うことになる。ロビースト活動の傍ら、2年間にわたりワシントントレードアソシエーションの代表を務め貿易に深く関わった。アルコアでのキャリアが停滞したため、1939年に家族でデトロイトに移り、 自動車製造業者組合の地域統括者についた。こうしてロムニーは自動車産業に関わるようになった。第二次世界大戦中には自動車の戦時生産を協議する政府の諮問委員会に参画し、1942年に自動車製造者組合の事務総長に就任した。1941年にはデトロイト商工会議所の会頭にも就任していた。 第二次世界大戦中には自動車製造会社間での戦時生産の最適化を図る自動車戦時生産局の構築に尽力しその指揮を取った。オートモーティブコミッティングフォーエアディフェンスやデトロイトビクトリーカウンシルの設立にも関わった。ウォーマンパワーコミッションのデトロイト地区でのローム管理委員会の任務を務めた。こうしてロムニーは 第二次世界大戦の最中に自動車産業界のスポークスマンとなった。戦時生産のやり方や労務や管理などについて連邦議会に呼ばれて語った。1944年と1947年にはアメリカントレードアソシエーションエグゼクティブス役員となった。1946年には全国自動車50周年記念実行委員会の代表を務めた。 1946年から1949年には、鉄鋼通商産業会議でのアメリカ合衆国代表を務めた。ロムニーはぶっきらぼうで激しい性格の人物で、マンイン・エイハリーだった。そして業界では期待の星だった。自動車製造業者組合アーマの回答時代に、当時社長だったジョージ・メイソンと知り合い、気があった。 メイソンが自動車と冷蔵庫などの家庭用器具を製造販売していたナッシュケルビネーター社の会長となった1948年にロムニーは一から仕事を学ぶようにとこわれて秘書となり取締役に就いた。メイソンの庇護の下でロムニーはランブラー社開発という課題をこなすことになった。1953年には副社長に昇進した。メイソンの考え方に従い、 ナッシュケルビネーターは1954年5月1日にハドソンモーターカーと合併しアメリカンモーターズコーポレーションとなった。ロムニーは副社長に就いた。1954年10月にメイソンが急性の水炎と肺炎で急死し、ロムニーは AMC 会長兼 CEO となり同社の再生期を減出した。ロムニーは GM、フォード、 クライスラーのビッグ3に対抗する唯一の方法は小型車しかないと確信して a m c の将来をかけた。主任技術担当のミードム・ユーアと共に売れ行きが鈍っていたナッシュ及びハドソンにブランドを終了させた。将来をかけるブランドとしてランブラーが選ばれ開発と宣伝に力を集中させた。a m c ではコンパクトカー生産に集中するという 先進的な戦略でこれに臨んだ。この戦略が予想以上の成果を上げ、経営が軌道に乗った。1958年には過去3年間で初めての市販切り益を計上した。1958年は不況の年となり、売り上げを伸ばしたのは AMC だけだった。これにより AMC の全世界自動車メーカーランクは13位から7位となった。 1950年代初頭にハドソンがナスカーレースでそのスピードで活躍したのとは対照的にランブラーはモービル主催の東西海岸間を結ぶ高速道路を経済走行するレースモービルエコノミーランで何度も優勝したロムニーはアメリカ連邦議会でしばしば証言しているが協力競合戦略の信奉者だと言っていた強大な労働組合と 強大な企業は二つの悪と見ていると話していた。議会がビッグスリーを分裂させるようにとも呼びかけた。ビッグスリーの自動車メーカーはかつてない大型のモデルを発表していたが、AMC はガソリンを大食いする恐竜のハンター戦略を掲げて、CEO のロムニーはその宣伝役として広告や公的場所での宣伝に努めた。ディズニーランドのテレビ番組でのテレビコマーシャルなども、 言った。ロムニーは、早いペースでことを行う出まくりをした、管理職スタイルで知られていた。管理レベル順に指示を行うような組織表通りの管理は行わなかった。宣伝コピーをロムニー自身が書くことも多かった。ロムニーは、アメリカの自動車産業界の民族の英雄となった、メディア志向の事業家の先駆けだった。AMC が、小型車を担ぎ、国内の同業者と、 協業し、さらには、海外からの輸出構成に対して挑戦していることが、タイム市1959年4月6日の特集記事で記述されている。ランブラーの出始めの年には、AMC は、企業のットのルイス・ウルフソンに狙われた。この時、AMC 再生が、軌道に乗り、株価が1株7ドルから90ドルまで上昇した、ことで、ロムニーは危機を乗り越えた。 UAW の代表ウォルター・アルターとも友好関係を築き、a m c の労働者も当時としては斬新な利益、分配制度を享受できるようになった。宗教はロムニーの生活において最優先のものだった。酒は飲まずカフェインの入った飲み物もタバコも口にしなかった。ののしり言葉も言わなかった。アメリカンモーターズ社長の任をこなしながらも末日生徒、 イエス・キリスト教会のデトロイト市部長を務めていた。これは、デトロイト市と地域だけではなく、アナーバーやオハイオ州トレド、さらには国境を越えた、カナダのオンタリオ西岸地域までをも含む地域をまとめていた。2700人もの教会メンバーがいた。ロムニーは、収入の1割を教会へ寄付していた。1950年初め頃に、 デトロイトから移り住んで、家族とブルームフィールドヒルズに暮らし、ミシガンの市民生活に深く関わるようになった。ミシガン小児病院や、ユナイテッドファンデーション・オブ・デトロイトの理事などになり、デトロイトの学校で、先進教育プログラムを行う、民間主導の組織も率いた。超党派で、デトロイトの問題を考えて、シチズンズ・フォー・ミシガンを組織し、知識を得た賢い有権者を育てた。 シチズンズ・フォー・ミシガンの活動は少数の団体が影響力を行使し政治を動かしている。知識を得た賢い有権者が手を結べばこれに対抗する勢力となり皆が利益を得られるようになるというロムニーの考え方に基づいていた。自動車製造が人々の会話の中心であるミシガン州でロムニーの成果が認められ名声を得た。ロムニーが 政治の世界に足を踏み入れるのは当然の成り行きだった。最初に政治に関わったのは1959年でミシガン州法改正を求める陳情だった。シチズンズ・フォー・ミシュガンが最大の州票組織となった。それまで無党派のロームニーだったが共和党に属することを宣言した。ビジネス界で成功を収めたロムニーは1962年にミシガン州知事選挙に立候補し、 政界への進出を図った。この選挙で彼は現職のジョンス・ウェインソンを破り当選を果たした。知事に就任すると公民権問題に取り組み、州憲法を改正した上で公民権の保障を確実にし、この問題の改善を成し遂げた。また税制改革に取り組んだ。さらにその知事としての任期中、ミシガン州の経済を回復させた。ロムニーは 木曜日の午前中に知事の事務室を開放し、州民が直接知事を訪れることができるようにするなど、開かれた州政府を目指した。1968年には共和党の大統領予備選挙に意欲を示し、キャンペーンを行った。一時は世論調査等でトップに立って最有力候補とみなされた。しかし、ニューハンプシャー州予備選挙の2週間前に出馬を。 取りやめざるを得なかった。彼は元来、ベトナム戦争を支持していたが、この指示は東南アジアを歴訪した際に軍人に洗脳された結果だとテレビで発言し、さらにベトナム戦争は史上最大の洗脳の結果だと発言するようになった。この発言が多くの人々に問題視され、ロムニーは支持を失った。これが立候補取り消しの原因となった。 1969年にニクソン政権が発足すると、ロムニーは住宅都市開発長官に任命された。しかし、都市開発のプログラムをめぐって、これに熱心なロムニーは他の閣僚たちと対立するようになり、1973年に政権の都市開発プログラムへの支持は自分が期待したほどではないとして辞任した。住宅都市開発長官を辞任した後、 ロムニーは政界を引退し、プライベートな生活に戻った。その傍ら、1974年にナショナルボランティアセンターを設立し、その所長に就任した。これは、ボランティア活動を促進する団体であり、1991年にポインツ・オブ・ライド基金を創設してこのプランは、ブッシュ大統領の支持を得た。1995年に、 心筋梗塞によって88歳で死去した。ありがとうございます。